はい、選手、そしてスタッフ、関係者のですね、一丸となった結果をですね、評価していただいて、紫綬褒章という大きな賞をいただきました。そういった意味では、これからのですね、我々の活動によって非常にいい情報としてですね、誇りに思ってですね、やる賞だと思います。そうですね、本当にもうロンドン五輪の予選を本当に力をですね、非常に厳しい中でも結集して勝ち取ってみました。もう本当、来年のですね、ロンドンオリンピックの本当の一番光ったメダルを目指してですね、まずは頑張ると。そしてまた長期的にはですね、非常に今若い選手たちも、非常に優秀な選手たちがどんどん、養成されています。そういった意味でもこれからもですね、常に世界に君臨するような、なでしこジャパンがですね、できるようにこれからも努力していきたいと思っています。はい、サッカーはですね、足でやるスポーツで非常にこう失敗がある競技なんですね。しかし失敗を恐れずにですね、やはり勇気を持って、そして目標を持ってですね、やることによってですね、非常に向上がすごく図れました。まあ、そういった意味でもですね、これからの時代を担う青少年の担い手はですね、本当に失敗を恐れずに、そして、ぜひですね、目標という夢というものをですね、焦らずに見つけていただいて、そして、邁進していただきたい。そうすればきっとですね、いいことがですね、舞い込んできますから、ぜひそういったことを忘れずに、邁進してください。